大関池袋池池大関。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いきなりですけれど、ああすいません、またカメラの調子が調子悪いですよね。すいません、いきなりですが、はい、ちょっと質問していいですか？いつもの、はい、はい、ちょっと今日はどっかに行った帰り道、すごい T シャツ着てますけれど、T シャツ見るとバレる。じゃあ、はい、大石さんに聞きたい、はい、この人誰でしょう？ああ、はい、新しいですよね。はい、はい、俺ね、はい、芸能人とかそんな知らないよ。ああ、大丈夫です。うん、はい、もうそれ以上に有名な人の名前を聞いてきます。まずは一人目、はい、聖徳太子。おほー、はい、お札の人ね。おお、そうですそうです、はい、うん、はい。千円札でしょ？一万円札です。あ、一万円札ね。あれだよね。え、夏目漱石だよね。じゃあ、聖徳太子です。あ、別の人なんだ。はい。夏目漱石さんあれだよ。うちの近くにお墓があるからさ。うん。だから夏目漱石の話にすればいいよ。はい。聖徳太子。いや、だから。本当に知らないですよ。聖徳太子。はい、あ、こういう人でしょ、こう。あ、そうです、そうです、そうです。何した人ですか？何した人？聖徳太子でね、少額な徳を得た人。少額な徳、あんまり徳得てない人。あ、そうなの？違いますよ。17条憲法。何、憲法17条って？憲法17条の憲法を作った人とか。憲法17条って、はい、会12回とか。何それ？12回ってうち一応タワマンだよ。40何回だけど。その12回じゃん。うん、いや、ちょっと今回から定番にしようと思った歴史上の人物をいろいろ聞いてみようかなっていうコーナーなんですけど、さ、世間一般の人が知ってる人にしないと。知ってます。そうなの？知ってますよ。え、何年生で習う？小学校の時になるんじゃないですかね。いろんな人たちの声を聞けた説とか。聖徳太子さん。聖徳太子さん、はい。あ、テレパリストなの？テレパシーじゃないと思います、多分。本当に知らないですか？もう本当に知らない。名前は知ってるよ、はい、名前は当然知ってるよ。聖徳太子さん、何時代とか。江戸。飛鳥時代。あ、そんな先輩。そんな先輩はちょっと年が離れすぎて年が離れすぎて分かんないな。じゃあ夏目漱石さんでお願いします。夏目漱石は、はい、うちの近くに墓地がある。あ、うん、池袋。何をやられた。64で分かれてるんだよね、あの人髪の毛が。まあ、そうですね、64みたいな感じで分かれてます、うん、いや、ね、何？完全にあれですよね。もう落書きしたことがあるだけみたいな感じですよね。はい、夏目漱石さんは詩を作ってます、有名な。はい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 、はい、なんだっけな、ちょっとなんか近くなってきましたね。でしょ、物書きですよね。物書きなの。物書きさん、はい、あ、詩を作ってます。な、詩じゃない、早口言葉だっけ。早口言葉作ってないです。詩、詩人。我が輩は、あ、猫である。あー、よかった、ありがとうございます。あとは坊ちゃん、あ、本書きの人だ。そう、うん、あれだ、窓際のトットちゃん。まあ、それは違う、それ黒柳徹子さんです。そうか。な、それは本は読んだほどないけど。いや、なんかいろいろあれですね、今回自分の方が焦ってます。何が？知ってすぎて、知らなすぎて。知らなすぎて。いや、そのみんな知ってんだ。前回じゃあ坊ちゃんの内容知ってんの？坊ちゃんの内容で、坊ちゃんって、小学校か中学校でやりますよ。俺だってスイミーが、はい、ね、ちっちゃい魚だから、はいはい、はい、みんなで、はい、集まって、はい、大きい魚になるっていうの、はい、あれに感銘を受けたよ。やっつけるぞと。うん、あれにすごく感銘を受けた。で、一人だけ黒い子がいて、はい、それが目になるっていう。ああ、そうですね。それも小学生ですね。うん、あと、なんか、習ったっけ。うちの学校そういうのやんなかったんじゃない。やってますよ、絶対。やってる。池袋とかやってないってことじゃないですよ。あ、そう。はい、やってます、やってます。あ、そう。いや、なんか、うん、なん
かしら、なんかの動画の時に、あの坂本龍馬さんって何ですかって話を聞いた時に、うん、一本どっこみたいな、なんかかっこいい感じみたいな、なんかこう、うん、そういう結構キレキレのあれが出てくるかなと思ったら、うん、いや、で、あの、でも、はい、我が輩は猫であるは分かるよ。あ、はいはい、あれうちサンシャイン近いからさ、はい、うん、すごい馴染みがあるよね。あ、まあ猫いますもんね。違う違う、あのなんじゃタウンってあんだよ。ああ、そっかそっかそっか、うん、あそこ猫をモチーフにしてるから。はい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 、はい、うん、でもあそこ夏目漱石が関係してそうなんですかね。いや、だから我が輩は猫みたいな感じで、ね、猫がスーツ着てたりするから。確かに、うん、確かに、だって我が輩は猫であるってそういう話でしょ。いや、ちょっと違う、違うんだ。すごい謎かけみたいになってきてる。でもなんかすごいですね、あのこれは編集される方がなかなか、いやいやいや、もうそのまま出すと思うよ。謎かけみたいになってるじゃん。だっていや、僕汗まみれですからね。どうしよう、どうしよう、今5分なんですよこれ。あ、そうなの。じゃあ、はい、他の人行こうよ。他の人、まあ、そのそこの2人はたまたま知らなかったっ。あ、そうですね。そう、じゃあ、じゃあなんか、うん、あの、わかりました。宮本武蔵、宮本武蔵さんは、はい、高知に、はい、高知に銅像がある。坂本でもじゃないですか。あ、そうだ。宮本武蔵は、はい、有名な人だよね。はい。まあ、そうですね。あの、教科書で出てくるかっていうと、うん、あれあまりかもしれないです。あ、じゃあ俺わかんないよ。二刀流とか、あと巌流島の戦いとか。それはロロノゾロは知ってるよ。それはあの、うん、三刀流だから。三刀流、はい。だからそれで。二刀流だと弱いよね。なるほど。だから三刀流になっちゃうから、俺のレベルいくと。そういうレベル。そう。だからそこに、はい、こう塗り込まれてしまったんで、それまでは多分知ってたんだろうけど。じゃあ大関さんなりの解釈でこういうことだろうって、うん、じゃあ歴史のなんかあのこういう出来事がありましたのことを言います。例えば何々幕府ができた。ああ、いいよいいよ。それどういうことなのか、それを説明してください。はい。大化の改新。さあ、いきなり難易度を上げるの良くないよ。じゃあ、ね、明治維新。この間だから、はい、あそこ行った美容室の帰りに明治神宮。はい、うん、明治は被ってますけど、うん、そのゆかり。ああ、やばいです。どうしよう、大政奉還。なんでそんな汗かいてるの。いや、もうなんか初めてです。え、はい、明治維新って、はい、維新っていうのが、はい、どういう意味。維新の意味は、うん、新しくする、なんだろう、だ明治時代に何か新しくしたんでしょ。はい、そう、明治あの日本三大改革みたいな改革というか、あの元々アベノミクスみたいな。あ、いや、それ違います。あの三本の矢みたいな。三本の矢じゃなくて、うん、ちなみに三本の矢はどっから来てるか、うん、三本の矢はなんだっけ。江戸の信長とかいた時代に。安倍のさんの話じゃなくて、そうなんです。あの三本の矢の、それはモチーフなんですよ。三本の矢で有名な話といったら、うん、折れないとか、三本、一本の矢は折れやすいけど三本束ねれば折れにくいぞといった意味なの。広島の毛利、毛利心元成です。毛利心は誰だっけ。名探偵コナンだ。確かに。なんか分かってきました。なんか分かってきました。何が引っかかるポイントが。何が。これは知ってるぞっていうの言います。はい。西郷隆盛。西郷さん。はい、顔がごつい人でね。はい。どこに。口がへの字の人でね。あの、あれだよ。上野公園。上野公園です。はい。で、出身は。犬飼ってる。犬飼って、犬飼ってます。パンの絵を。はい。出身。出身まで分かんないよ。出身だって、俺ストーカーじゃないからさ。出身まで分かんないよ。出身っていうか、あの、どの地方で活躍を、上野以外で。日本。日本の。九州。おお、九州。九州の。おお。はい。博多。違います。大分。違います。熊本。違います。宮崎。違いますよ。わざとですよね。いや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 、分からない、本当に。何わざとですよってひどいな。薩摩です、薩摩。あ、薩摩って、だって、佐賀？鹿児島です。あ、え？鹿児島なの？なんでそんな外してくるんですか？いや、わかんないな。はい、桜島かじゃあ。そうです。はい、そういうことで、今回で。
お蔵入りとなるこのコーナーですが、はい、大月さんに聞きたい、これ、はい、いじめだよね完全にそうでもない、もうそこはもう印象操作印象操作だよこれ、完全に俺がもうね弱いみたいな、もう絶対流さねえからなこれ、はい、お蔵入りとお願いします、はい、はい、すいません、ありがとうございました、ありがとうございます、お関池袋、池池、お関。